今回はアニメ天国大魔教第8話の視聴者の反応を紹介です。原作の名シーンだったな。今回すごいね。マル君がダイブできたホテル王もいずれヒルコになるってこと？死んだらありえる。悲しい。悲しい結末だった。あれって耳姫だったってことなのか。ほんと作がいいなこのアニメ。これだけ未来が進んでいれば人間の脳もデータ化されてそうだけどな。普通に泣いた。作画も演出も良かったし、透明な空気感綺麗だった。屋上のウサミの一連の動作や仕草もなんか良かった。今週は演出も良かった。スタッフに恵まれて良かった。神回あった。ウサミンもキル光線銃と同じマークのボタン持ってたけど、二人はそれに気づくんだろうか。天国の施設では特殊な能力持ちの子供を集めてたか、もしくは特殊な人間を作り出していたけど、ヒルコになる奇病を解決できないまま大崩壊が起こって、施設の子供たちも崩壊後の世界でサバイバルを始めたってことか。なるほど。Cパートはあの二人なのか。ああ、トキオと同じ顔の二人組が助けに来るって、そういうことなのか。攻め込んできた奴ら、なんか研究所の秘密を狙ってるんかなと思ったら、普通に設備狙いの俗な理由で草。しかもいずれ目覚めるであろう人食いに全滅させられるのが確定している運命なんだよな。耳姫の固有能力は未来予知っぽいから、ヒルコ化してたら強敵になってただろうな。原作でもここら辺で気づく奴多かった。この作品は、話が進んでいくと、そういう疑問が一つずつ解けていく構成になってるよね。アニメだと声がネタバレになってたな。今回演出が良すぎて泣きそうになったわ。前々回はエロやってたのに笑。ウサミの正体って、耳姫のエロ画像もらってたパソコンオタクの少年ってことか。そして末路がこんな扱いなのでこの二人はファンアート多かったりする。キル光線ってどこで手に入れたんだっけ？ミクラに託された。コードが引っ張られて痛いバカってなった時のウサミとのやりとりがいいんだよな。二人の関係性が垣間見えて。実は今後も学園の話は書かれるので、二人の関係はちゃんと進展していく。今回のアニメでそこまでやるかはわからないけどね。今日は泣けたな。さすが泣ける漫画ランキングで見事1位に輝いただけあるわ。めちゃくちゃ濃い回だな。生きる意味がなくなっちゃったんだな。ひょっとして施設と外の描写時系列が違うのか。残りの謎はロビンの行方と、キルコとハルキの脳を入れ替えた医者の行方と謎、ミクラの正体、大崩壊が起こった原因くらいか。耳姫と白はいつの間にか随分と仲良くなってたんだな。純愛を貫いた白に泣ける。アニメめちゃくちゃ良かった。原作読んでるけど、アニメでこんなに泣くとは思わなかった。今回の特殊エンディングの最後の歌詞がやばいな。はい。というわけで、天国大魔教の反応集でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。